こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日もですね、プリンプ討伐でやっていこうかなと思ってるんですけど、ちょっと構成変えてやっていこうかなと思います。今回は、無課金構成というか、なんすかね、ちょっとアサミリ持ってないよって言われちゃったんで、確かに持ってない人もいるなと思って、アサミリ以外でもやってみようかなと思ってやってます。で、今回はこのエスカノールとアーサーとエリザベス入れてやっていこうかなと思います。で、裏にアリオーニかな。アリオーニは緑属性のなんだっけな、攻撃か HP か忘れちゃったけど、なんかステータス上げてくれるんで、裏にアリオーニ入れております。で、アーサーはあれね、仲間生き残ってたらその分ね、ステータス上げてくれるんで、アーサーも入れてますと、っていう感じでちょっとやっていこうかなと思います。正直僕この構成であんまダメージ出せないっすね。出せてはいないですけど、クリアできるかなって感じですね。クリアはできるね。4パーティーもいるからクリアできないことはない。誰かが大ダメージ入れてくれるでしょうという感じでやってます。誰かね、大ダメージ入れてくれてるね。で、必殺溜まったらやっぱ必殺打ちたいっすね。必殺溜めに行って打ちたい感じですね。で、必殺入れて、エスカノールの必殺打ちたいんだけどね。いいね、みんな大ダメージ入れてる。素晴らしい。封印ね、来ちゃったな。封印されちゃうと思うな。ちょっとめんどくさいね。封印される前に必殺されて打ちたかったんだけど、なかなかエスカノールの人が来てくれないっちゅうのもあって。エスカノールのね、必殺貯めれればね、ダメージ入れれるんすけど、なかなか来ないっすね。で、必殺キープ。でも全然必殺も全然入んないんで、やっぱアーサーがいるんでね、ステータス上がってます。で、ここで必殺貯めに行きたいですね。ここで必殺貯めて必殺打ちたいですね。行きます。ただめっちゃダメージ入れてる。すげえ。で、あともうちょっとっすね。仲間が強くてもう終わりそうっすね。次のターンで GG ですね。終わっちゃった。まだか。まだギリだね。なんで必殺入れて GG ですね。やっと必殺入れれたわ。全然入れれなかったわ、必殺。という感じで今日はですね、比較的ゲットしやすいキャラでやってみたという感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。